事実を知るための AI テレビオプエド、本日はゲストに経済学者の田代秀俊さんをお迎えし、元 NHK ヨーロッパ総局長の大貫康夫さんを解説員に、ナビゲーターは私内崎あかりが浜松町 AI スタジオノーボーダーから生放送でお届けしています。それでは今日のオプエドニュース解説となります。まず1本目ですね、柏崎刈羽原発住民説明会が行われたというニュースです。こちら大貫さん、いかがでしょうか。住民説明会といってもね、原子力規制庁がなんとなくね、甘いですね。この柏崎ね、刈羽原発は能登半島からすぐ近いですよね。それ当然今回の、ニュースにもありましたけどね、地震の影響を受けなかったわけじゃないんですよね。それはもうもっとこれを調べないと、地盤のねあれが本当に危ないんで、きちんと調べないといけませんよね。それから北朝鮮の軍事力っていうと、本当にミサイル対策も必要なんであればね、こんな対策でも持たないですよね。まず本当にしっかりとしたミサイルが当たっても壊れないくらいの堅牢なね、屋根を作れるのかと、そういったことも含めてね、本当にやってるのかわからないですよね。具体的にじゃあ何がどうなったんだという具体的な説明がないですよね。ですから説明会と言われてもね、地元の人は納得できないでしょうね、基本的にはね。ガザ避難所でパレスチナ人6人死亡というニュースです。まだまだ収束には難しいのかなっていう感じなんですけれども、大貫さんいかがでしょうか。これ藤崎さんね、避難所っていうただの避難所じゃないんですよね。国連が運営する避難所なんですよ。で、国連が運営する病院も、国連が運営するいろんな施設も、学校もね、爆撃攻撃されてね、大勢の人が亡くなってるんですよね。で、イスラエルはもう国連など無視してるような感じなんですよ。本当にひどいですよ。これ、とにかく止めないとね、今やもうあっという間に2万5000人が殺されてるわけですよ。これでもね、我々ただ手をこまねいて見てるってわけじゃいきませんよね。日本政府はね、とにかくもう直ちに停戦しろと、声を大きくして言うべきですよ。本当にただただこうやってね、このガザの人たちがね、ガザだけでないんだけど、イスラエル今回の紛争でね、本当に彼、今のネタニヤフ政権の正体っていうのがね、明らかになったんですけども、西岸地区でも、もう勝手気ままにやってるわけですよ。入植者を平気でね、住んでいた人たちの家に放火したり、あるいは農作業に出てきた人たちをね、銃で撃ったりとか、大変なことやってるわけです。しかもそれも全部お咎めなし、警察見て見ぬふりどころ、軍隊の逆に加勢してるわけです。そういうことをやってる、これを未だにもう今すぐ止めないとですね、とんでもないことになりますよ。もうアラブの人たちはね、周辺各国は本当にどうしたらいいかわからないっていうから怒りが逃げたぎってるわけですよ。ただただニュースでこうやってるだけじゃなくて、日本政府も早く腰を上げて対策を、外交を進めるようにしないといけませんよね。おそらく人類史上初めてジェノサイトを実況中継を私たちは見てるわけですよね。で、しかもその亡くなってる人の半数以上が女性か老人か子供か赤ちゃんというですね、本当恐るべき事態なんですけれど、それをですね、もう国際社会が止めることができない。文句を言ってる、文句にはなってないんですけど、そこはできないと。で、こうなっていくと、もう国際法とか、そういうことっていうのが、それはただの幻想、あるいは政治的手段だったんだなっていうふうにみんなが思い出したら、これは大変なことですよね。何をやってもいいという世界になってしまうわけですから、これは大貫先生がおっしゃる通り、今すぐですね、どんな理由もつけずに、とにかく無条件に停戦するということを迫らなければ、これはこの一箇所では迫らなくなると思いますね。それを迫れない理由ってあるんですか。簡単に言えば、アメリカで大統領になりたい人は絶対にそのユダヤソサエティに歯向かっちゃいけないんです。やっぱりそのユダヤ人の力、政治の力というのはものすごくて、それに立てついてしまうと、バーニー・サンダースのように大統領にはなれないんですね。上院議員止まりなんですよ。だからトランプもバイデンも日経ヘリーも一切言わないでしょ、この件に関しては。
行ってしまった人からその大統領選挙で脱落するという、そういう社会国家なんですよ。ニューハンプシャーっていうのはね、小さな州なんですよね。150万くらいかな。それでいわゆる白人層が 90% くらい。まあ寒いですよ。私も冬行ったことあるんですけど、とにかく寒いところなんだけど、あと自主独立の機運が強くてですね、民主党員だからとか共和党員だからっていうことで、それに縛られることはないんですね。で、この州は面白くて、民主党員として登録する。共和党員として登録して予備選望むんだけど、書いてね、民主党員であったのに共和党、今回のね、予備選にね、投票することも可能なんですよね。そんなこともあって、まあ予備選挙で、世論調査で、まあトランプ、まあ相当優位っていうことだったんだけど、結果として、トランプ氏が 54%、大雑把に言うと 54% かな。エイリー氏が 46% で、まあ、わずかながら、とにかく 10% 以内に差が縮まったっていうことを言えるんですね。ですから、これなかなか読みにくい数字なんですが、で、それをもう意識して、エイリー氏はね、自分が知事を務めていたサウスカロライナの予選まで辞めないって言ってるわけですね。で、もう一つね、ヘイリー氏にはね、大変な大富豪がね、ついてましてね、相当の給付金を載せてるんですね。ですから、ニューハンプシャーでのその、まあ、いわゆるテレビ宣伝、テレビ広告ですよね。これでもトランプ氏圧倒していたんですけど、まあ、ただそれを見ていて、それでもトランプ氏を、まあ、覆せなかったっていう点を見るか、あるいは、差が、ね、10% 以内に縮まったというところを見るかによって、まあ、皆さんの今後の予測が分かるんじゃないでしょうかね。北朝鮮も AI を使っているというニュースなんですが、こちら小貫さん、いかがですか。ね、北朝鮮でね、小泉政権の時に拉致被害者の数、ね、拉致被害者が何か戻ってきましたよね。あの時以来変わるかなと思った時に、日本の当時の安倍晋三官房副長官だったかな、官房長官だったかな、あの頃のね、もう北朝鮮悪く言い出してね、はい、それでも横田さんご夫妻なども含めてね、あっという間にその雰囲気を変えちゃって、北朝鮮に対する敵対行為だけに終始して、まあ、敵対するようなこう世論を作り上げた。その後ね、結局ね、何もしない。ただそれだけで、安倍政権などは横田さんなどを、ね、選挙に利用したりしてね。1月13日に、まあ、台湾で総統選挙がありました。で、3枚目のスライドに出てる通り、まあ、民進党の頼清徳氏は勝つは勝ったんですけど、その点ではもう中国が完全にこうハイテク分野に、まあ、舵を切ったと、はい、ありがとうございます。以上今日のフェードでした。